テイクバックの順番ということで、よくバックスイングの左肩が顎の下に入る、つまり左肩が下がるということになるんですけれども、順番は間違えちゃいけません。まずは右の軸に乗っているときは左肩はまだ下がってないんです。この時軸が右に少し移動しています。わからない程度ではありますけど、このようにいきなり左肩が下がる、これはアプローチやパッティングでは OK、 ただフルスイングでやってはいけません。まずは右の軸に乗せる、ここがまずポイントになるんですね。右足一本で立つと必ず右にずれるはずです。右足に軸をまず乗せる、この動作がまずテイクバックのスタートです。この時は左肩は下がっていないことがわかると思います。テイクバックの後半で左肩が低く、顎の下に入る、この順番がとても大事になります。これはですね、体の構造上の問題、頭の位置というのは一番重たいですから、この位置で左足を上げることはできないんです。必ず上げようとすれば右にずれるはずです。ですから右足に体重を乗せたければ必ず右に少し移動する、重心をずらすということですね。まあ、分からない程度なんですけど、必ず右にはずれてる、頭の位置は少し動くんです。何も動かないってことはないんですね。一度右に、ここまではずれませんが極端に一度片足になり、その一度ずれてから左肩が顎の下に入るときにはもう左足体重になっても構いません。つまりこの時は左肩が下がるということになります。この順番が必要ですね。重心が移動してから顎の下に入る、1,2 のリズムというかですね、リズミカルな動きというのはまず移動、重心の移動からスタートする、まあ、1,2,3 のリズムというものが必要だという、ゆえんがここにあるのではないでしょうか。それではスイング分析ですね。テイクバック、ここで右軸ですね、ここで移動です。ここは、重心の移動、この時左の方は顎の下に入る感覚はありません。ここで顎の下に入れようとすると左足体重、リバースピボートになってしまいます。ここで顎の下に入れる、ここは少しもう 左に移動シフトしています。全ての体重が右にはありません。ここから左に倒れ込むように、ここも右肩が下がってはいけない場所ですね。ここは左足に体重を移動するだけ、ここは右肩が下がらずにこの後に右肩が下がる、つまり顎の下に右肩が入るという、ポジションになります。これもいきなりやると逆体重、リバースピボットになるので、必ず左足に体重を乗せてから右肩を低くしていくと。このスイングで分かることというのは、常に移動してから下がる、移動してから下がるというね、移動が先、体重移動が先だということを理解してください。体重移動と顎の下に入れる、まあ、左両肩のどちらかが下がる動き、縦の動きを順番を間違えるとリバースピボットだとかですね、逆体重とか、まあ、そのようなミスになってしまうということですから、順番、軸に乗せてから下がる、軸に乗せてから下がる、この順番で練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。